はい、薄めてください。トレーニング中薄めますか。マジでね、筋肉に良くないのよ。お酒は間飲みすると分解されちゃうから。ほどほどに、ほどほどに。いいね、そのなんかエプロンみたいなの拭いててグラスを、それがいいね。ありがとう、ありがとう。はい、会長の YouTube 見て気になってましたとか、え、ここって会長の YouTube のとこですよね。ああ、よかったね。いや、どうもね、なんか外から声が聞こえるんですよあれは絶対あれで山本社長なんですよ、多分。違うかな。いらっしゃいませ。あ、辻さん、どうぞ。こんばんは。あれ、山本社長の声したんですけど、山本社長いないですか。お、どうぞ。あ、なんか似合うもんな、この店に。山本さん、なんか昔から会ってた気がする。いやいやいや、山本さん、基本池袋ですもんね。はい、もう30年池袋で、こういうとこ好きですね、うんうん、はい、ちょっとこじゃれすぎてると、うん、そう、ちょっと苦手なんで、あ、じゃあ、はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。山本さんと知り合ってもうすぐ1年ですもんね。もっと経ってますよ。もっと経ってましたっけ。はい、あ、でも1年ぐらいかな。1年ぐらいだと。こんなに頻繁に会うとは思わなかったですよね。そう、僕はあるサービスを会長にズームで提案したら、うん、そうですそうです、60分で1000万積んでくれて、で録画が上がって社内にトラから即決で1000万俺取ったぞめちゃくちゃ嬉しかった確かにその山本さんの営業ってなんだろう、推しが強いとかではなく、なんかいつの間にかいいですよって言いたくなっちゃう。いやいやいや、熱量あるんですよね。山本さんの営業を見てみたいですね。確かに、うん、今度やるよ、うん、いや、すごいですよ。営業をしなさいって言って部下たちに営業させた後ろにいる将軍みたいな感じで構えてるんですよ、うん、あ、なるほど。それでちょっと言い方も言うと、それ違うよみたいな、こうだからねって、正しくはこうだよ、ちゃんと説明してくれるんですよそうなんですよ、いつも。そうなんですね。部下を育てながら営業もしちゃうって。山本社長の戦略ですか、それ。そんな計算高くないけどでも自然に身についてる計算はあるかもしれない、はい、例えば後輩がいて僕がいると、うん、三浦社長みたいな営業されてる人は、あ、ここで山本さんにノーって言って山本さんの顔立たないなみたいな、うんうん、ああ、なるほど。この子も山本さんのがいる中で成果を上げたいだろうな、はいはいはい、そしたらここは俺が契約すると丸く収まるなみたいなありがとうございます、ありがとうございます、本当に。そうやってこういうお金が減ってくる仕組み。確かに、なるほど。でも会長その時は、うん、なんだっけな、何をやるかより誰とやるかが大事なん で、ね、大事なんですよって言ってドンって1000万、はい、ということはだから回収もしてるんですよ。確かに、山本社長が出ていただいてるところに、はい、それでもう僕はそれだけでもうその積んだお金の回収はしてるってこと、うん、今日多分会長のおごりでしょ。そうそうそう、ね、僕のおごり。ただ投げならいっぱいあります。いやいやいや、どんだけ稼いでんですかよ。まあネオの話でもしましょうか。僕たちは企画側でやってるじゃないですか。そうです、はい、山本さんは出演していただく側で出てみて、うん、ネオってまず、うん、はい、ネオを始めてから通常作用全部止めました。うん、本気でもネオに向かうには逃げ場があると、うん、ダメなので、なるほど、もうネオに向き合うぞ、ネオと心中すると、うん、言って、もうだから当社に入ってくる人はもうネオ出てくださいみたいな逆にね、そこ通んないと来れませんよみたいな、うん、やっぱりね、こっちで一般の求人やすネオもやってると、うん、どっちつかずになっちゃうんで、うん、そうですね、はい、もうネオが正しいと僕思ってる。いや、すごい振り切りましたね。だから人事部もみんな営業とかに移動して、はい、僕は人事部長を兼任します。なるほど、はい、最近やっと新入社員で昨日バーベキューしてたんですけど、はい、あ、見ました見ました。新入社員からこんなこと言われるんだって、もう新しいことがあって、それが、はい、みんな僕のこと割と知ってくれてるんですけど、うん、はい、それまであったんですよ、うん、写真撮ってください、お父さんがファンなんです、そんなのあるんだ、あるあるってなってくると、うん、今度僕も気を引き締めて、うん、息子さん預かってるから、お父さんが想像してる経営者としてちゃんと向き合わなきゃいけないなっていう、はい、改めて再確認というか、だからこれはなんか新しかったですね。自分公開しながら経営するっていうのはすごくいいと思う、うんうん、まあ、今この例えばジャニーズ問題とか、うん、政党のね、政治の自民党の問題とか、うん、はい、車のね、なんとかさんとか、うん、ね、いろんなことあるじゃないですか、はい、要はいろいろ隠していて、うん、表では綺麗なこと言ってて、うん、いや、実は違ったと言っても、うん、組織の崩壊みたいになってなりますよね。やっぱオープンがいいと思うんですよね。オープンいいですよね。オープン、フェア、ダイレクトみたいなのが、うん、これからの鍵かなと。違いないですね。
うち僕29本出させていただいて相当出てます、はいはい、めちゃくちゃあのいつ呼ばれるか分かんないけど呼ばれたらまず行きますと撮影の日に言ってから後でスケジュールを変えるって本当にこんなに出てくると思わなかったですよ。いえいえ、もう本気なんですよ僕、本気ですよね。公開したの40何本中、出たのが29、うんね、29ぐらい、ね、29出て、はい、そこで僕が採用って言ったのが13とか13、うん、3分の1ぐらい、うん、でもちろん他の社長とも握手してるけど、うん、そういう人もちょっとうまく連絡取ったりしてやってて、今まで10採用してる、うんうん、すごいですよね。すごいっすよ。で毎週日曜日山本塾っていうのやってたり、うん、もう飲み会もその以外の遊びもやって仕事もしてみたいな感じで、うん、完全もう本当お世話になってます。いや、やっぱり引き受けてくれる会社、うん、あってこその媒体なんで、はい、で野球選手を採用するなら、うん、まずゲームやらせるじゃないですか、はい、そうですよね。高校野球見に行けますもんね。で営業マン採用するなら、はい、営業させなきゃいけない、今までそれやってなかったんですよ、はい、俺30年間、うん、すごい山本さんいいこと言った違いないだって営業マン採用するのにその場で営業ロープで見て、うん、あ、そうっすよね、これはいいか悪いかってできるんだから、うん、確かに真面目めちゃくちゃいいなと思って。やらせる会社ないですね、そう、そないですよね、はい。会長は天才ですね、それなんか新しい、うん、天才じゃない。皆さんの一番最初美咲さんとの企画の時にお声掛けさせてもらった瞬間から多分ここら辺まで会長イメージできた、ね、そうだよね、はい、僕もその頃違うことで知り合ってて、うんうんうん、はい、なんかこういうことやりたいんだよねって言って、あ、ぜひぜひなんて言ってたら本当にやるのみたいな。そうなんですよ。新しいね、社長とか来ても誰も説明してないし、うん、みんなそわそわしてて収録が始まって、うん、僕なんかしなきゃって。そうですよね。新しい社長はみんな、はい、多分どうしていいか。でもね、あの求職者側もぶつけ本番だし、そうです、社長も甘くさない感じがいい ね、はい、うん、台本とか書いちゃうとつまんないじゃないですか。全くないよ、はい、全くないです、はい、山本さんって今もう50代ですか。52です。今年53です。あ、重鎮ですよ、はい、だって本当に、はい、言われるんですよ、山本さんとなんか普通に話してるけどすごいよね。いや、あの人との前にいたら俺は震えるよみたいな、はい、昔のその光の営業からな、ね、子会社作った人とかいるじゃないですか、はい、いっぱい、そういう人たちからすると あの人とよく対等に話せるなみたいなぐらいじゃないですか、はい、あのポジションによってキャラが違う本当はすごく気さくなし、いい人なんですけど、すいません、チェイサーください。急にチェイサー、あのテキーラショットかなんかで。いやいやいや、はい、はい、昔からそんな感じなんですか。え、何を、お酒の話。いや、違います、山下さんのキャラクター違う、違いますよ、全然違いですよ、軍隊、うん、超軍隊です超、うん、でもいろいろあのいろんな風に触れながらだんだんこう独立して自分っていうものが確立してきたから、うんうん、やっぱりね、30年前ぐらいからですよね。そうですね、そうですね。その頃ってやっぱりその軍隊足並み揃えるみたいな感じの統率だったんですかね。いや、そんなこと、あの光通信はやっぱりこう学歴社会とか年功序列ぶっ壊したかったので、うんうん、はい、で我々若くったって日本一取れるっていう、うん、まあ、そんな朝礼やるんですよ、うん、なんで別に軍隊ってよりもみんなが、うんうん、なんだろう、ちょっとこれ P 入ったかもしれないですけど、うん、世の中ひっくり返すぞみたいなパワーでやってたから全然認められてない人たちが何万人も集まって俺たちでもやってやるっていうのがすごく原動力でしたね、うん、ピークって分かんないですけど、うん、1万いた時って宮本社長の下の部下って何人？1万人いました。1万人1万人1万人やばいよね。全員分かるんですか、名前は。分かんない分かんない努力はしたけど、はい、すごいですよね。でも1万円で数千億の売り上げ、うん、数兆円の時価総額っていうのを20代で経験させてもらって、うん、すごいですよね。三浦さんみたいに起業する、ね、ことはできなかったんだけど、うん、たまたま起業家募集みたいな広告を見て、うん、はいはい、光通信もまだほんと数百名のちっちゃい時に入って、うん、で、うん、初日にお前社長と思って仕事してみろって、はい、全員にマイクで言われて、うん、本当にそのままやったら、うん、たくさん社長やらせてもらって、うん、日本ってこうただ会社にぶら下がってる人多いじゃないですか、うん、これも P 入るかもしれないですけど、うん、自由にやってほしいなっていつも思ってて、うん、だからこれから100年後か50年後か変わると思うんですよ、うん、僕って今まで変態って言われたけど
こっちが正しいと思ってるんですよ、うんうんうん、あの令和の虎さんってこう100万円とかこう積むじゃないですか、うんはいはい、あれを2000億積んだんですよ。1000億国でじゃないですか、国でじゃなくて、いや国じゃないです、あの社債2300億発行してベンチャー投資しまくったんですよ。あ、ね、あなるほど。そしたら世の中からめっちゃバッシングされて株価200分の1になって、うん、彼らがやってることはどう見てもおかしい、うんうん、今考えたらそれ別に全然ソフトバンクやってることじゃん。そう、違法性も何もない、ただ若者を信じただけ、うん、そっから5年以内に上場したのがサイバーエージェント、あと堀江さんとか、うん、GMO さんとか、うん、その他116社ぐらい、うん、5年で上場して、その後もう200社ぐらいまで来てるんですけど、ずっとこう若者ベンチャーを応援したいな、うんうん、その辺の方たちって知ってる、認知すごいされてるじゃないですか。そうですね、うん、そこのさらにその1個手前に山本さんいたことみんな知らないからね。全然知らないですね。そこに投資してた人ですからね、まあ、僕らの頃 YouTube も SNS もなかったんで、うん、すごいっすよね。だ今のそういう人たちの成功がもしかしたら遅れてたかもしれないし、ね、そういう投資家がいなかったら、いや僕らがやらなくても誰かがやってたし、皆さん、はい、僕らがいなくてもやってた方々なんですけど、うん、共通しているのは全員ガキっぽいっていうか、うん、あのいわゆる常識よりも、うん、なんか新しいものを探し求めてた方々なんで、うんうんうん、よく仕事する人たちばっかりでした、うん、そういうイメージですね、うん、あれこれ何チェイサー、チェイサーで、その横にあるのもチェイサーの。俺はチェイサーをテキーラショットが欲しい。すいません、チェイサーください、テキーラショットかなんかで。いやいやいや、実はそこにいたら金魚ちゃんが。あ、そうなんですよ、これテキーラなの。はい、テキーラスプラスって金魚なんですよ。なんか初めて見ましたね、はい、いたらしゃこれっすよ。こういうのに可愛くちょっと入れといて、はい、こういうので売り上げを上げてるんですよ。これいいね、はい、あなたのさ、なんか人間性がわからないの、はい、モチベーションどこにあるんですか、どこの、どういう人なの、どういう人に攻めましょう、難しいです、ちょっと俺も酒入ってるから、聞かせてもらうわ、今何歳なの、今僕32です、32、若いんだ、はい、若いね、32歳で、でも本当一般的に高校卒業して大学出て、うん、大学卒業して今の会社に入社したっていう、うん、へー、オーナーにこういうのやってみろって言われたの、基本はそうです、なんで、モチベーション、なんであなたが選ばれたの、でも今ナンバー2みたいな人ですか、いや、全然です、あ、全然ですか、そうなんだ、僕も右腕ぐらいだと思ってた、いや、あの、役員クラスが何人かいて、うん、その一部です、ね、あ、はい、どういう性格なのかわからない、僕結構適当です。へー、サバサバしてるってこと、サバサバしてますね、サバサバしてて適当で、はい、ちょっと部下いるんですよね。あ、でも久保田が多分一番、久保田どうでしょう、はい、どうでしょう、本当にサバサバしてて、うん、適当で、好きか嫌いだかってことですか、好き、大好きです、おお、大好き、大好き、聞こえるように大好きっていう、怪しい。あ、じゃああんまお酒もやらないし、お酒苦手なんですよね、なんでですかね、ちょ、俺とどうやって仲良くなるの。いつ池袋行こうかずっと悩んでるんですけど、もうテキーラが恐ろしすぎて、あ、大丈夫、あの、俺が飲んでるだけだから、うん、俺が飲んでるのを見てて恐ろしくないでしょ、恐ろしくない、大丈夫です、いやだからもう普段社長さんとかを前にして僕と全然違うんで、うん、本当に普段いろんな学びをやって自ら飲むものではないんですよ。いやいやいや、これは案外糖質が少なくて体にいいって言われました、生産性がいいですね、はい、え、辻君のことちょっと深掘りしたいです、本当に辻君、実は深掘ってんのあんま出てこない、あんま出てこない、いや、本当に、え、今までの一番の挫折を、挫折ないの、あります、うん、会社の中に同期が3人いるんですよ、うん、まあまあ、同期2人は結構優秀で、誰、今の新卒紹介事業っていう、うん、15億、20億ぐらいやってるところのトップと、あとは中途の人材紹介やってるところのトップが自分の同期なんですよ、でやっぱり普段からそいつらと比較されることが多くて、うん、もう常に僕は3番手みたいな、そんなことないでしょ、な、あの、まあ、社内での立ち位置的にはそんな感じです、うん、2人が2ランク上がったら僕は1ランクしか上がらない、うん、ちょっともうちょっと俺とミーティングしようよ、はい、そうです、そんな10何億だと俺すぐ抜いてやるよ。あ、本当ですか。、はい、司会とかやってると会長とか山本社長がいろんなこと言ってくれるじゃないですか、うん、もう僕はそこから普段すごい学んでます、うん、学ぶだけじゃなくて結果出せ、結果を、はい、そうですね、結果は出さなきゃいけないです、うん、でも本当掘ってもない気がします。結構
浅い人間だと思って自分で自己解釈してる、うん、なんかよくコメント欄に書かれてるでしょ、はい、偉そうだとか偉そうだとか選ぶっていうわけでもないんだ、はい、普通です普通だ確かに選ぶってもいないしその気を使いすぎでもないしだから別に普通ですよね、はい、いつもね彼女とか今の奥さんとかは何が好きって言ってくれてるの普通あでも奥さんは多分僕のことをあんまり質問がおかしい人なんでなんで彼女と奥さんが両方一致できてる昔の彼女とか今の奥さんとかどこが好きになったのあでも多分軽いところだと思うちょっと待って、はい、ノリがノリがですね重くないってことね重くないです、うん、来週ディズニーランド行こうって言われたらはい行くっていうのあの気が向いたら行く他の人で行くって言われたらあ、いいよあ、そう、はい、怒ることとかないあ、怒ることないですねあんまりその立場上怒らなきゃいけない時は怒りますけど、うん、もうちょいね感情をむき出しにした方がいいようんそうなんですよ、うん、それがすごい難しいんですよ、うん、あそういう辻君見てみたい前回12月、11月にやったロープレサバイバルが意外と11万回再生ぐらいってのがあったんですよ、ね、楽しかった、ガーホイルのやつねそう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 、うん、で、あれはまあ一発目が10万回回るってことは継続すると思っていくと思ってるんですよ、はいはいはい、で、もっとブラッシュアップもできてるんで今度5月19日にこれ撮影するんだよね、はい、おいしょい公開は多分6月なのかな、うん、飯田くんを抜く人そうですよ、うん、今回飯田くんは審査員側にまとまると思って、うんはいうんまただから賞金とか賞品つけるんでやっぱり営業マンは賞品賞金ないと頑張らないんでそうですねインセンティブぶら下げて、うん、ぜひちょっと参加してもらって山本さん出てくれますよね僕ねプレイヤー役ですか30年分嫁とちょっとアメリカ旅行えじゃあアメリカ中継でしょアメリカ中継めちゃくちゃ出たいんだけど、はい、アメリカどこ行くんですかニューヨークの辺とかうん、はい、息子がアメリカにペンシルベニア大学卒業式で行かなきゃいけないえ、いいっすねアメリカいいなじゃあアメリカで撮影しようよ行こうよあでもじゃあそうするとプロ役が変わるわけねうん、変わります、はいうん、めっちゃ強い人来てほしいね、はいうん、これを半年に1回ぐらいやって、うん、その都度プロの人が新しいプロに、うん、大手さんの有名な会社の看板背負って出てほしいんですよね、本当はね。あ、それもいいですね、うんうん、そういう人たちが戦って、どこの企業のトップレスラーが一番強いのかとか、はい、あと女性ですね、うん、女性欲しいですねちょっと我々、はい、男だらけなんで、はい、確かに、はい、女性が男性を倒して優勝が女性だったら一番いいんじゃない、うん、なんかね、ドラマチックだよねあの、うちの久保田はエントリーさせても大丈夫ですか、うん、ちょっと考えさせてもらっていいですか、ね、久保田くんはもう 見切った方がいいんじゃないですかねそう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 ね番組収録後の内定者フォローみたいなのは、うん、久保田くんめちゃくちゃやってるし、まあ、収録前も久保田くんがいろいろフォローアップしてるから、うんうん、影の立役者の、はい、宮本さんと辻さんの話面白いんですけどこれ以上話すと放送できないレベルの話になってきそうなのでまたちょっと機会作って本当に今度3時間ぐらい朝まで生討論しましょう、はいいややりたいですね面白そうですね一回企画しましょうか、はい、夜中の12時ぐらいから始まる朝まで生討論っていうやつをライブでやるみたいな、はい、まだやっぱり、まあ、あんまり酔っ払ってないんで、はい、あのすごく制限してます、はいはい、じゃあちょっと今日はこのぐらいではい、はい、じゃあありがとうございましたはいどうもありがとうございました